えー、吉谷さん。借金むちゃくちゃ抱えた時期でも、携帯は別に私の場合契約できたんですけども、なんでなんですかね。うん。まあ私の場合、デビットカードを使うってう選択もあったかなと思いますし、みんなの銀行ってあるじゃないですか。あのアプリ、儲かるアプリね。あれの中に JCB のデビットカードついてるんで、あれで契約してもいいのかなと。うん。まああの、 携帯電話ショップに勤めていた知り合いに頼むといろいろ有利なプランとか店頭では話さないこととかねいわゆる社員特典みたいなのも教えてくれてこの前先月かなあのドコモに iPhone2 台の解約に行ったんですよ半年前に iPhone の契約を2台してで iPhone もらうじゃないですかでなんかその時点ですでに報酬が上がるんですよね で、毎月の利用料を払うんだけども、でも、半年後には解約ができるんですよ。予約なしで。で、解約して、iPhone は自分のもの。っていう感じで、iPhone2 台買ったんだけども、全く使わずに、それを転売することによって、キャッシュバック何がしかで、1台あたり10万円くらいの利益を得て、で、綺麗な体みたいなね。要するに、今、販売店も、 売上実績が欲しいんで、いろんな特典を組み合わせて、とにかくいろんな名義とかいろんな回線をばらまきたいわけですよね。で、当社が一番回線をね、なんか使ってま、使ってもらってますみたいな、そういうのがあるんでしょう。シェア争いみたいなのが。全く市場的には意味がないんですけども、お金をかけてでも他社と拮抗したいっていう、そういうふうなことを各社が考えてるんですよね、きっとね。滑稽なもんです。で、その競争の原資は、 多くの人の人利用料かかから、らら基本金取れているってことじゃないですかねうん。だから商売ってこの携帯電話会社もユーザーが知らないだろう調べないだろう面倒くさがるだろうみたいな感じでいろいろふっかけてきてるんですよねだからよく計算すると儲かる方法ってのはそういう濡れてにはみたいな業界にこそ結構蔓延してて。 もうこれ以上切り詰めるところがないみたいな飲食店とか小売店には、まあそういうのがないんでしょうねきっとねうんなるほどね私の場合 iPhone で撮影結構するんで今度出たね 13iPhone13 も早く欲しいなと思ってます今使ってるのは12の ProMax なんですけども、うん、割とねこの大きさに慣れてきたんで私の手の大きさもあるんでもう 普段のね iPhone とかちっちゃくて使えねえやみたいな感じですね。この画面の大きさが欲しいなと思いますよ、私はね、今ね。もう持つのも楽なんで、うん、そういうふうにしようかと思います。iPhone13 欲しい。で、今回 iPhone が買えない人っていうことだったんですけども、まあ分割して買えばいいと思いますし、ただね、分割すると割高になるんですよ。だからお金がないと余計なお金払わされて、なかなかそこから抜け出すことが厳しくなるんですけども、 金持ちは基本的に一括で買ったり分割にする時でも儲かるから分割にするわけであってね、うん、だから選択肢広がってさらに稼ぎやすくなるっていうのがその正体だと思いますでは何が言いたいかっていうとあ早く稼いだ方がいいですよってことなんですよあとね今回二極化っていうテーマでこの動画撮ってるんですよ雨,雨をね食べながらキャラメルを食べながらすみません結構私が這い上がれたのは二極化があったおかげだと思うんですよ 二極化がなくってみんながね平均的な中間層だったら多分私学ぶバーがなかったと思うんですよでああなろうこうなろうとも思えなかったと思うんですよむしろ二極化で自分が底辺にいて見上げればねあの世界にもう肩で風切って歩いてるネオヒルズみたいなのがいるなと二極化のあっちの方に行きたいなと思うから這い上がっていったような気がしますそう考えていくと二極化ってうん救いの道っていうふうに 見えるような気もするんですけど、どうですかね。二曲家の正体、いってらっしゃい。